第33回衆議院議員総選挙は1972年12月10日に日本で行われた国会議員の総選挙である。投票は日曜日に行われたが、これ以降の総選挙では投票日が日曜に固定されている。この選挙で当選した衆議院議員は途中で衆議院解散がなかったため辞職しない限り任期4年を満了することになった。 自民党は284議席と安定多数を維持、したが、日中国交正常化という実績を引っ下げ、各へ人気の中で臨んだ中、事前の予測に比べやや不審とされた。また、保守刑務所属を加えても、得票率では初めて5割を割れるなど、前回参院選に続き、捕獲白昼時代の到来を予感させる結果となった。 社会党は候補を減らす安全策で118議席と3桁を回復したが、前々回の140議席には遠く及ばなかった。共産党は1949年の第24回総選挙を上回る38議席を獲得し、また推薦した沖縄人民党候補も当選させた。一方、公明党、民社党は両党での選挙協力を始めたが、公明は 言論出版妨害事件の影響もあり29、議席と敗北、民社も20議席と不信だった。社会党内では、公民の不信に社公民度戦派が打撃を受け、社協共闘派に弾みをつけた。しかし、社会党内には共産党に食われるという危機感も生まれた。なお、一票の格差について、当時の千葉一区の状況を最高裁判所は違見で、あるとの判決を下した。 ただし、選挙結果については、事情判決の法理によって有効とされた。野党第一党である日本社会党の立候補者数は、過半数を大幅に下回っている。自民党社会党共産党公明党民社党、沖縄社会大衆党沖縄人民党、無所属補欠当選。ありがとうございます。